諦めちゃったっしょ。結局実ならなかったっしょ。いやそりゃ普通じゃないって分かってはいるけど、まだ終わる気がないのは確かなんだ。あれすごくしょうもねえと思わんか。つまり何が言いたいかと説明すると、泣いたら勝ちのやつもいるってことだ。今まで無理な気持ち吐き出せ。